はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。実は最近結構コンビニ弁当とか菓子パンとかを食べちゃってるんですよね。体にものすごく悪いというか、自分はコンビニ弁当とか菓子パンとか、あとはお菓子とか食べると、体、肉体的なことじゃなくって精神的になんかものすごくネガティブになりやすいっていうことがあるんですよ。で、今回は、そのサイクルってでも続けちゃうんですよね。なんでかっていうと、やっぱコンビニ弁当とか菓子パンって美味しいから、でぐる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 どんどん悪い方向に進んでっちゃうっていうのがあるんで、そのチェーンを断ち切るっていう意味で、今回は20分トレーニングっていうのを思いっきりやりたいと思います。本当にこのコンビニ弁当、カロリーの高い炭水化物、お菓子、糖分、そういったものの鎖っていうのを断ち切るためには、もう思いっきり運動するのが一番だし、一番早いし、一番効果的っていうのがあるので、音楽を流しながらやっていきたいと思います。いつも10分の曲っていうのを2回流して、で、それで20分っていう形で自分で音楽っていうのをやっています。正確に言うと10分47秒の曲なんですけどね。ちょっとそれ流していきたいと思います。いつもは大胸筋を鍛えて、でその後、大胸筋と二頭筋ですねを鍛える日と三頭筋を鍛える日っていう風に分けているんですよ。でもう今回はちょっと20分の間でなるべくいろんな部位に刺激を与えて、もうド M なんですけど、とにかくこのネガティブになりかけている精神状態っていうのを脳神経細胞を活性化させることによって良くしていこうかなっていうふうに、改善していこうかなっていうふうに思います。正確に言うと、この扁桃核っていうのが暴走しだしちゃって、それが副腎に伝わって、副腎で、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールっていうのが分泌されて、それが頭に行って、海馬と呼ばれる記憶の一部を司っているところに作用して、そこが萎縮してしまう。でそれによって反芻、悪い反芻って言って、過去の悪い記憶だとか、あとは気にしなくてもいいことっていうのをぐる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 反芻してしまうっていうネガティブなサイクルに陥りやすいんですよね。そのチェーンっていうのを断ち切るっていうのが今回の目的です。いつもこの腰痛ベルトっていうのをしてるんですけど、ちょっと重いダンベル片手、今から20キロ、最大20キロ、両手で40キロのダンベルを持ち上げたりするので、もうちょっと腰をパワーリフティング用のベルトで保護したいと思います。この2種類のベルトっていうのを使わないと、自分で筋トレを結構追い詰めてやってしまうと、1週間ぐらいで腰っていうのがおかしくなってしまって、で筋トレっていうのを中断せざるを得なくなってしまうので、このベルトっていうのを使います。でこのベルトを使うときに、ここでイヤホンをちょっと挟んでおくと、イヤホンっていうのがずり落ちずに、非常にトレーニングっていうのもしやすいです。こんな感じでちょっと胸の残りのトレーニングやっていきたいと思います。この後片手20キロ、今日一番
重い重量ですねのダンベルでちょっと大胸筋をグッとビビらせてあげたいと思います。もう頭バチバチいっててすごくこれだけでもテンションが上がりますね。ちょっと20キロやった後、少し時間がインターバル空けるのでちょっとその間に プロテインシェイクしていきたいと思います。ちょっと行ってきます。プロテインはいつも混ぜ混ぜで作ってるんですけど、基本的にはシンサ6というプロテインの、今日はバナナ味かな、バナナ味に北島達也さんが監修しているアルティメットプロテインのライトっていうのを少し入れます。これは BCAA とか、必須アミノ酸っていうのが粉状になってたくさん入ってるのでいいです。あとはこれなんか自分で効果あんまりよく分かってないんですけど、クレアチンっていうのも適当にドバッと入れてこれで混ぜます。多分普通のっていうか一般的なプロテインの作り方よりも3倍ぐらい濃いプロテインだから、これだけゴクゴクって飲むと 5-60g タンパク質が取れるような感じで、これを水に溶かしておいて、でトレーニング終わった後飲むと、このインターバルの間にこういったちょっとした動きっていうのをやってます。じゃあちょっと水に溶かして冷蔵庫に入れときます。このフラットベンチを使って上腕三頭筋を鍛える種目なんですが、これもものすごく大好きなのでちょっとこれ今からやりたいと思います。皆さんも、椅子とかあれば誰でもできる上腕三頭筋の鍛える種目です。
わぁ、というわけで20分ちょっとぐらいやりましたけど、三頭筋、二頭筋、大胸筋、ぐちゃぐちゃ刺激をバーン、トレーニング、コンビニ弁当あっち行けトレーニングやりました。じゃあこれ冷蔵庫に冷やしておいたプロテインあるので、これ飲みたいと思います。チアーズ。